では三回目、えー、免疫と疾病の歴史というタイトルで、えー、ペロポネソス戦争とペスト、それから死闘までというタイトルになってますここまでの簡単に振り返ってみます、えー、免疫は、えー、単一臓器というよりはネットワークで動くシステム、系であると その時の情報伝達はサイトカインあるいはインターロイキンで系統発生により複雑化してきたと古い時代に獲得した形質の上に追加していくという複雑系でまあ二段段子という上調性を持つという特性がありますそれから個体の免疫応答は系統発生を繰り返して起こすと。 順番からすれば人食いバリアーから自然免疫得意免疫という順で反応が進んでいきます最後に来る得意免疫の特徴としての自己認識と免疫記憶と一対一の得意性について前回説明をしました今回は免疫と疾病の歴史ということで人類の感染症の歴史と えー、ワクチン開発前夜までを、えー、紹介したいと思います。真下に病原体、狂犬病ウイルス、えー、一番小さなプラスラタンドの RNA ウイルスのポリオ、えー、ペスト菌ですね、から、えー、大きな分類の方に行ってしまいましたけれども、えー、これまで最も我々の身近である、えー、最大のウイルスである天然痘ウイルス。<coughs> が載っています、えー、キーワードは、えー、感染症と免疫の歴史、えー、免疫の概念を作り上げた事例、えー、バビロニアの狂犬病、まあ、このその前のエシュヌンナの時からできてます、ね、それからエジプトのケエログリフの万匹のポリオの像、えー、ミイラの天然とギリシャ時代のペスト歴史を変えた、えー、世界のペストの3回の大流行と。 顕微鏡の開発と微生物、病原体ワクチン、ジェンナーの天然痘、首頭までというのがキーワードになっています。これだけキーワードを並べると大体中は分かる人は分かりますよね。えー、事業外の学習、人類の感染症の歴史をインターネット等で調べて表にまとめよう。人の感染症の歴史は NHK カルチャーラジオ。ああ、懐かしいですね。 だったのもう5年以上前になりますかね生物進化の謎と感染症第4回で講義していますと、えー、ワクチン開発前や人類が二度かかりなしの現象をどう理解したかジェンナーの発想のユニークさとは何だったかというようなことを調べてみようという題になっていますそれでは人の感染症の歴史紀元、えー、前それから紀元後、えー、中世のペストから えー、新旧の文明の出会いまで、えー、感染症を外観しましょうということですね、えー、感染症史、えー、伝承の時代エビデンスの前ですね、えー、有史以来いろいろなのがあります、えー、バビロニアのギルガメッシュの叙情史の4、えー、歳役の一つに、えー、<coughs> 疫病のことが書かれていますエジプトの のモーゼの時にもあります中国の甲骨文字にも書かれているということで、まあ、ギルガメッシュの叙事詩ですね「エピーク・オブ・ギルガメッシュ」メソポトミアの文学作品古代メソ,メソポトミア王の伝説的な王であるギルガメッシュの歴史を書いたので BC2600 年からモーゼはファラオですね かまどのすすを両手いっぱいに、えー、ファラオが言うことを聞かないので、えー、モーゼがまいて、えー、エジプト全土の人と獣について腫、えー、れ物となったという、えー、人種共通感染症これから中国の古いのは周代ですね消集革命の後ですから。 炉、えー、の宗教の20年だと BC670 年この春秋戦国の頃になりますから聖、ねえー、の大災厄大災」がありますのが「紅葉伝に書かれているというまあこれはアメリカの映画になった時ですねシスエジプト記でモーゼが、えー イスラエルの民を連れてエジプトからカナンの地のイスラエルに渡るところで海が裂けたところですね右手はモーゼが市さんの上で10回銃の戒めを神からもらうところです567の奇跡の中にいろいろファラオパラオですねモーゼはファラオパラオの、えー、エジプトの祭りを モが非難するんですかねで動物に犠牲するので3日の道のりをかけて国外に行かせろというけれども当然ファラオが許さないというのでイスラエルの家畜を除いて全てエジプト全土の家畜の疫病を蔓延させるというこれは今で見れば牛液とか更迭液みたいなものかもしれません。 からえー、それでも従わなかったのでこの先ほどのかまどのすすをまき散らすと、えー、人も家畜も、えー、病気になったと天然痘に違いがなさそうって書いてあるけどちょっと天然痘で家畜まで一緒っていうのはちょっとなんか合わない気がしますね。えー、記録としては、えー、感染症古代エシュヌンナ法典ですね「コードウェイヌンナ」ここにえー この石碑みたいのに書かれているのがエシヌンナで確かこのかけらを前は丸善で10万円くらいで売ってましたねエシヌンナの文字の書かれたのでまあこの狂犬病のことが書かれていますエシヌンナの法典そこにもし犬が狂って所有者がそれを犬を拘束しないで発狂発病した犬が 噛んで人を死なせた時それが第三者の権威者によって承認,承認とか事実が認められた時所有者は40シェケルですね奴隷の場合は15シェケル払う1シェケルが銀三3分の1オンス3ペニーとですからまあ大体四五5 7から9.4グラムくらいそれが40倍くらい。 というようよな法律があありますあます、あ、そこに1ペニーがどのくらいかって出ていますけどそれから、えー、BC の1580年エ、えー、ジプト18王朝の時のヒエログリフですけどここに右足が、えー、萎縮した男性が書かれていますけどこれは、えー、とポリオにかかった証拠だろうと言われています。 このヒアログリフの下の文字はなんか健康を祈願するような文章になってたような記憶があります。ミイラと天然痘にはエビレンスが残っています。天然痘の記録は1350年ですか紀元前ヒータイトとエジプトの戦争の時からラムセス5世紀元前1100年 そここのののの鼻の上に出てきてきいるるはバターがミイラの天然痘であるということです。から結核についてはもっと古くて B.C.5000 年の人骨のカリエスあるいは7000年ものもありますねあるいはエジプト21王朝 B.C.1000 年の頃のミイラの脊椎カリエスも残っていると。 いう形で、まあ、この辺からは科学的なエビデンスのある感染症です。で、えー、大体感染症として現れてくるのは BC4000 年から1000年、えー、古代文明が発達し始めた頃。えー、<coughs> 別名感染症、えー、文明が感染症のゆりかごであるというのは多分これは。えー 濃厚の時もそうだし21世紀のあるいは20世紀から21世紀にも当てはまるのかもしれませんメソポタミアで人口が増加してはしか天然痘1 2世紀が人の社会に定着するとで人の社会に定着した感染症っていうのは実は生物兵器としての役を持っていてですね まあ、集団になったために、まあ、病原体が持続するという格好になって、まあ、その集団ではだいたい集団免疫が成立するかあるいは弱毒化して維持されるんですけど周辺の少数民族は所島地帯になるので運命が広がっていく中で戦争よりも先に感染症でやられてしまうという、まあ、これは後で出てくる。 旧大陸と新大陸の文明が出会った時によく起こります文明の拡大が周辺を巻き込んでさらにそこにある地方病をまた巻き込むという形でレパートリーがどんどんと増大してある意味では巨大文明に発達していくという、まあ、新生物兵器のようなものです感染症の存在が社会の在り方にも影響すると いうことでまあ風土的なものから、えー、社会的、えー、ルール作りに、えー、なってまあ総じて感染症は文明の生物学的攻撃機構でもあるし、えー、文明が広がった後の防御機構としても機能するという側面を持っていると、まあ、社会科学と。 自然科学ののの接点のようなものですね感染症、いつもそうですけど。えー、ペスト、えー、これは先ほどの1回目のところでもやりましたね、えー、<coughs> 地中海を挟んだ、えー、大戦争で、えー、アテナイとスパルタの戦い、えー、ロペロポネソス戦争の時におそらく、 えー、アテネは負けますけどこの時籠城の時、えー、大疫病が払って、えー、人口の3分の1くらい、えー、死んだと2年間で、まあ、それで疲弊して最終的に、えー、負けるんですけど、まあ、その時にこの、えー、古代アテネの歴史家の、えー、ペロ築地 <coughs> です。紀元前年から 395年に来たと書いてありますけれどもアテネの疫病で二度がかりがなかったという記録を残しています。でペストの、えー、正確な、えー、流行はこのユステニアノス1世の時6世紀、えー、今の、えー、センペストで、えー、ユステニアノス1世自身も助かりますけどペストにかかったということです。まあえー ローマ帝国の拡大を狙ったけれども結局まあ、ペストに巻き込まれてエ、えー、ステナース一世自身は、えー、東ローマ帝国の統一を狙ったけれども、えー、ペストに運ばれたということになりますこの時はアンティーカという一番古い株で表現性も強い株です、えー、当時コンスタンチノーブル、えー、中心地ですけど 毎日人人から1万がが死んだといいう記録が残っていま,す、えー、まあセンペスト一番多いペストですねあと肺血症ペストそれから肺ペストというようなのがありますけどそからあそこは書いてありますねユステニアのステインも感染して回復したと。えー ペストの流行で皇帝ユシテニアヌス自身も感染してユシテニアヌスの反転、えー、ユシテニアヌスのペストと呼ばれていましたけど、まあ、数か月後に回復したということですまあそこら辺の歴史が、えー、そこに書かれています紀元、まあ、後541年から542年、えー、ユシテニアヌスのセンペストの流行、えー 中国から、えー、アフリカに広がってコンスタンチノーブルにはエジプトから入ってくる。まあネズミが持ち込んだだろうということで、えー、市民の40%が死亡地中海全体で人口の 25%4 分の1が死亡というさらに580年に第2波が入って、えー、700年間のにわたる流行でヨーロッパの人口が 50に減少したそうですかそんなに長いですかねもう200年経つと1241年ですから1347年に国枝病のペストが入ってくるわけですからなんかこの古典の1型が終わ,終わる間もなくそうしたら、えー、地中海の 国種病院に入るということになりますかねまあこのペスト11世紀から14世紀医学がものに発展したのはイスラム圏ですこれも前にやりましたっけねスウィーナイブンスウィーナが医学研班1020年ですねここで 患者の隔離によって感染症の拡大を止めうると、えー、なんとなく今の新型コロナの外出禁止を思い出すところになりますし重症、えー、者の隔離政策と同じことを考えたということですね。から、えー、続いてアルハティフ、えーフこれが、まあ、イベリア半島14世紀の ペストの流行を見て衣類初期イヤリングそういうのの接触でも、えー、伝播するということを残しています。からハーティマ1369年イブン・ハーティマ,ーーティマーですね、えー、感染症は微生物が体内に侵入することによって発症するという仮説を立てたというんですけど。 まあ、1885年八十年の、まあそうですね、19世紀の後半ですからもう500年くらい後になって初めて、えー、感染症が病原微生物によって起こるということが、えー、証明されたわけで <coughs>、まあ、500年も前に。 既に予見したた人がいたと、まあ、このあと、えー、サイエンスはまたヨーロッパに戻っていってしまうんですけど、まあ、一時期イスラム圏が非常に数学医学リードした時がありますで、えー、14世紀中世のペスト <laughs> まあいろいろなことを学ばされて、まあ、今回の感染症も フェーズ6というものがどんなものかということを、まあ、我々に勉強させていますけれども、まあ、この時に始まったのが1347年にシチリア島に、えー、おそらく中近ドあるいは中国から来た毛布にのみがついていたんじゃないかと言われていますけれども、えー、その次の年からそこにあるにヨーロッパをほぼ、えー <laughs> 1,400年に至る前までくらい、えー、全ヨーロッパを巻き込んで、えー、全世界では8,500万人当時のヨーロッパだけでも2,000万から3,000万人が死亡という当時のヨーロッパの人口の3分の1から3分の2が巻き込まれて死んでいきましたこの時ベネチアではですねこの船に えー、ペスト患者が入って持ち狂われるということを、えー、気がついてですね、えー、港に入れないで、えー、当初30日ですけどうちに40日、えー、上陸させないという、えーまあ、それが、えー、40日っていうのが「えー、コアランティーン」の略ですね。検疫という言葉はこの40日の会場の <laughs> お流というかそれを取って検疫という言葉ができたというのでまあ、海上検疫の始めはペストによって起こったということになりますそこにペストの広がったルートと巻き込まれて死亡の高さのところですかね現代からですね だん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 色の薄い方があとですかね。だから、えー、これはまあ、メメントモリという死の舞踏という有名なエッチングと、まあ、ペストの惨状を描いた絵が引用されています。あここでありますね、検疫、えー、コアランティーン、イタリアのベネツィアの方言、えー、コアランティーナ、あるいは、えー、コアランタジオルニ。 40日間という意味です1347年、えー、ペストが入ってきてベネチア共和国が東洋から来た船を港の外に止めるという、えー、船内に感染,者感染者がいなければ40日間、えー、誰も発症しないということで、えー、ベネチアあるいはラグーサが採用したと。 正式な海上経験が始まるのは1377年ですから、えー、まだ230年近く後にはなります、えー、下がその海洋のベネチアとその外の外交のところのところで今でも遺跡が残っているだと思いますね、えー、下の絵は確かこれがそいつでしたっけねこの外の ところに、えー、ものすごい人骨が埋めてあってペストが流行った時、えー、上陸させない格好で、えー、外の検疫の島のところで、えー、処分したのであるというような記録になっていたと思いますその絵ではないだろうとは思います、ね、これは本土の方じゃないかな、えー、中性ペストの対応はまず隔離 えー、ベネチア郊外の小島であこ,これに出てるんですね、えー、遺骨が大量に、えー、見られたと、えー、ラザレート・えー、ベチオと <coughs> その島で呼ばれてるんですけど中世で検疫、えー、制度と同時に、えー、隔離施設として、えーまあ、発症した人を運んで本土から隔離したということなんでしょうね。 旧約えー、聖書のところで、えー、ラザの復活で、えー、イエス・キリストが、えー、起きなさいと言ってラザロが、えーまあ、キリストの奇跡の一つになっていますけれど、まあ、その名前に由来しているという、えー、それが、まあ、ラザレットという名前のところこの島の名前になっているということですね。 1403年1 14か1300さっきのが入ってきた時のが1347年ですから50年以上後になりますけれどもペストに感染したまだだからペストずっと残っているんですね、えー、患者は本土から搬送して隔離するという隔離病棟に。 一箇所から1,500体の遺骨がこういう格好で出てきたと。下は多分ラザロの復活の左下はラザロの復活の時の挿、えー、絵じゃないですかね。上の絵もそうですね。えー、その次、えー これはペストではないんですけれども、えっと、新旧大陸が、えー、それぞれの文明が、えー、<coughs> 出会うときですね、コロンブスの新大陸、えー、1492年、えー、旧世界と新世界が、えー、出会うところになります。エスパニアロアと今のハイチとドミニカのところですけれども、えー、先住民、えー、<coughs> タイの アラクワ族50万人が暮らしていたんですけどヨーロッパ人が入ってまず天然痘が流行って人口が3分の1に減ります3分の2が死ぬとでハシカジフテリアオタフクカゼが入って、えー、もう、えー、アラクワ族は抵抗力は <laughs> 抵抗する力を失ってしまうと、えー、それで結局滅んでしまうんで、えーじ 労働力がないというので今度は奴隷貿易になって1600年代後半2,000人だった黒人が100年後に50万人まで入るんですけど今度はアフリカから西アフリカからマラリアが入ってくるそれから熱帯島生とともに黄熱伝ンも。 新大陸に入ってくるという形で、まあ、旧大陸の文明国から入ってきた感染症とアフリカの土着の方から入ってきた感染症に新大陸が悩むというのが、まあ、15世紀ですで16世紀になると今度は、えー、インカ帝国の方に、えー、<laughs> 広がっていきます。旧大陸から、えー、疾病輸出 輸出になって新世界の人口十分の一まで要するに九割死ぬんですねでその過程でアステカ文明とかインカ文明が滅びます典型的なのはこの1532年のピサロの戦いですけれどもインカ帝国の皇帝がアタワルパ下に図が出てますねピサロとアタワルパこれが退治するんですけど 当時アタワルパが兵士8万人ピサロの連れていたのは168人の案内人と一門の大砲と27頭の馬を率いて出会うんですけれども当然ピサロは勝てるはずはないんですけど実際にはピサロはこの戦いに勝ってアタワルパを捕虜にするんですけど実質上は もう天然痘発信地不須この辺の流行で戦い以前に新大陸の人たちが感染症でバタバタと死んでいくという、まあ、下にクスコとマチュピチュが載っていますだから感染症というのはそういう意味ではある意味で、まあ、今なら生物兵器になるのかもしれませんけど武器よりももっと強烈な えーまあ、武器というか、えー、あすいませんそういうことで、えー、中世までの、えー、近代前の感染症を、えー、ざっと振り返ってみました。